どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとうございます。どうも、映画紹介人ジャガモンの斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回は、夏だ納涼今年のホラー映画はこれで決まりはい、ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうすっかり暑い季節となってしまいました。昨日なんかは39度ね、東京八王子は39度とか言って、熱中症患者も多くてとか言って、僕もちょっとね、体あれ熱中症かなみたいなことが結構多くてですね、皆さんも気をつけていただきたいんですけども、まあそんな時はね、やっぱりお家でホラー映画を見るのが一番の治療でございますね。うん、やっぱり、ホラー映画大好きでございますけども、夏ここぞとばかりに、このチャンネルではホラー映画について話をしていければいいかなというふうに思っております。なので今回は、僕が選んだですね、今年の夏、ホラー映画見るならこれがいいんじゃないですかというおすすめ動画となっておりますので、よろしくお願いいたします。で、ホラー映画ちょっと苦手な方もいると思うんで、ホラーレベル、怖いレベルというのを、星1から5で分けましたね。分けてありますので、皆さん苦手だなという方、得意だよという方、いろいろいると思いますので、臨機応変に対応していただけたら幸いでございます。でですね、ちなみに今やってるパール X の前日さんのパールとか、混んでるラッセルクローのエクソシストのやつとか、禁じられた遊びとか、みんなの歌とか、そういうまあ王道のホラー映画、今年もいっぱいある王道のホラー映画を一旦置いておきますので、それはそれでね、別で語ることもあると思いますし、またやりましょうよってことですから、その辺はね、よろしくお願いします。はい、ということでまず1本目参りたいと思います。1本目、96年から始まっておりますスクリームシリーズ。はい、スクリームシリーズ意外とね、話す機会が、実はあんまりなかったなという気が、しているんですけれども、今度ね、スクリーム6が新しい新作が出るということもございまして、このタイミングで配信で一気見できるということで、ぜひですね、皆さん見ていただきたいんですけども、ホラーレベルというと、星2でございます。2で設定させていただきました。まあ、飛び切り怖いジャンプスケアとかもないし、まあ、血がブシャーとか、ちょっと内臓ピョローとかっていうのはあったりするんですけれども、まあ、そこまで、むしろ、友達と見たりとかしてキャーとかワーとか言いながらキャッキャ楽しめる系。しかもですね、これ犯人がいるんですね。スリラー系、まあ、スラッシャー映画でございますので、犯人誰かなみたいなことを毎回予想できる。しかもそれが、5か6だね、この見るタイミングにもよるけども、5か6回は、それを楽しめるということで、ちょっとこうファイナルデスティネーションシリーズじゃないけれども、なんかああいう楽しみ方がみんなでできるのかなと思います。で、さらにホラー映画好きな方、特にハリウッド映画のスラッシャー映画ね、ハロウィン、13日の金曜日、フレディとかね、そういったものが好きだよという方だったら、スクリームはね、一旦見ておいていいと思います。より。はい、なんでかというと、ホラーファンが作った映画でももちろんあるし、ホラーファンに向けた映画でもあるし、なんなら、登場人物たちの中にガチホラーファンが出てくるわけなんですね。そこがちょっとこのスクリームシリーズ変わったところでございまして、あえて言うならば、メタスラッシャーシリーズと言いますか、そういったジャンルに当たるのかなというふうな気がしております。で、なんだそれはという話なんですけども、このスクリーム、ウッズボローというですね、田舎町がございまして、ここの、ま、学校が、生徒たちが襲われていく。一人一人連続殺人鬼に襲われていく。で、その殺人鬼というのは皆さんおなじみのスクリームのね、ゴーストマスクというね、こういうね、はい、こういうやつが、あいつが、ま、殺していきますよ、というような、シリーズなんですけれども、おもろいのがですね、13日の金曜日とか、ハロウィンとか、なんかそういった僕らが、ま、知っている、もしくは愛してきた、見てきた、スラッシャーホラー、アメリカのね、映画シリーズありますよね。あれが、スクリームの世界にもちゃんとあって、みんな、それを見てて、なんならその中に、ガチファン、スラッシャーホラーガチファン、みたいなのが出てきて、この作品内でちゃんとルールを言ってくれるんですよ。例えばそのエッチしてると死んじゃうよ、すぐ戻るよって言ってどっか行ったら死んじゃうよ、一人になったら死んじゃうよ。僕らが見てきたホラー映画の、まあ、ベタなルールとかあるある、わー一人で行く、なんで行くんだよ一人で、みたいなのを見てて思うじゃないですか。で、そういうことをやっちゃうと死んじゃうよって言ってくれるやつが出てくるんですよ。だから僕らの代弁者みたいな人が一人いたりとか、その中で犯人が誰なのかっていうのを当てていく、探していくという話になっているのが不思議なところなんですね。で、このウッツボロという街なんですけれども、おもろいのがスクリーム2以降、スクリーム2以降何が起きてるかというと、スクリーム1で起きた事件が有名になっちゃって、
て、その有名になっちゃった事件を元にした映画制作の現場が出てくるんですよ、続編で。なので1で出てきた、まあオリジナルのこうメンバーというかね、オリジナルのこうキャストたちを演じてるキャストが中に出てくるという不思議な構造を持っているんですよ。だすごくメタだし、5、最近の5とか6とかになってくると、最近のこのシリーズもの、リメイクものみたいなものへの目くばせみたいなものをはっきりと公言してる。だからスターウォーズとか007とかアベンジャーズとか、そういうこうシリーズもの、もしくはリメイクものみたいなものに対して、どういったことがあるのかみたいなことを言ってくれるんですよ。だそこがね、結構ニヤニヤしてしまいますし、ちなみにこう5では、あの007とかアベンジャーズのネタバレがあったりとかしますので、まだ見てない、そっちを見てないよという方は気をつけた方がいいかもしれませんし、とてもね、これね、変わった面白さがありますので、とてもこの夏見るのにはちょうどいいかな、ライトな感じがするなっていう気がするんですね。で、これまた面白いのがですね、シドニーという女性が出てくるんですけども、この1で出てきたシドニー、まあいろいろお母さんの関係とかいろいろあって狙われちゃうわけなんですけども、ずーっと、まあ、4までずーっとシドニーがひたすら狙われていくという話です。で、しかも犯人は毎回違うんですね。で、なんで犯人、要は、模倣犯みたいな人が毎回出てくるという。で、しかも、作中内でスタブという名前でスクリーム1の話が映画化されちゃってるんで、そのファンが犯人だったりするみたいな、それがね面白くて、なんかこう映画を作って、ホラー映画を作って影響を受けちゃいます、して人殺しちゃいましたみたいなことが本当にあったとしたら、みたいなことを思いっきりやってくれてる。だからこのシドニーが実際なんで襲われるのか、毎回一体何があったのかということが、面白くて、ヒロインが毎回ねずっと一緒というのはなかなか変わっているという感じですね。で、しかもスクリームに登場するですね、そのゴーストのマスクつけた人は、要はハロウィンのマイケル・マイヤーズでもないし、フレディでもジェイソンでもないんですよ。一般の人だから、隣にいるかもしれない人なんですね。だから弱々しいんですよ、すごく。それが怖くて、だからナイフ持ってわーっとか言ってくるんだけど、思いっきりこけたりとか、相手に殴られたら吹っ飛んだりとか、弱々しいんですよ。でも弱いやつだからこそ、弱いやつの暴力だからこそ怖いという、屈強な肉体じゃないのに怖い、そこがねやっぱねすごく面白くて、ヒヤヒヤする、見てて危なっかしいんですよね。はい、素人だから犯人がね。はい、そういったところが非常に楽しめるので、ライトに楽しめるのもそうなんだけど、繰り返し見てると、あ、ここでちゃんと言ってんなとか、こういうこと言ってるなとか、あとね、その出てきてる映画のタイトルに照らし合わせるとこうだなみたいな分解解説も多分ね、実はやったら楽しいんだろうなと思ってます。だからどっかのタイミングでスクリームの、前作解剖みたいなものね、やってもいいのかなって気はしてるんですけど、またそれはどっかの機会でやりたいと思いますので、ぜひこれ配信で見れるんで、気軽に一気に見れるかなと思いますので、ぜひ見てください。さあ、そして2本目、これももう配信で見れるようになりましたし、サブスクは限られるかもしれませんが見れます。韓国映画狼狩り。はい、これは結論的に言いますと、星で言う、恐怖表現で言うと星、まあ3かな。はい、ただこれは血すごい出ます、内臓すごい出ます、暴力描写すごいです。なので、そこが苦手な方はちょっと注意です。ただこれすごいって言ってるのも、ちょっとまたそのいろんなゴア描写、破壊描写がありますけども、ちょっとまたね、違った位置に、ただグロいっていうわけじゃないっていうところも後々話していきたいと思うんですけども、これどういう話かと言いますと、フィリピンで大きな船に、フィリピンからね、大きな船に韓国人の犯罪者と刑事を、ヤクザとかね乗せて、船で連れてくんですよ。で、そしたら、ま、とある怪物が地下に潜んでて、船のね、で、そいつが目覚めちゃって大暴れする。だ、刑事、犯罪者、怪物、三つどもでぐっしゃんぐっしゃんパッシャンパッシャンみたいな感じの、まあ、ワンシチュエーションものですよね。はい、移動中の船の中で巻き起こる、まあ、サバイバルアクションというか、ちょっと SF 入ってきてるような感じ。で、これさっき言った、そのゴア描写っていうもの、の話しましたけども、かなりね、サービス精神として血しぶきを出してくれてる。ありえないだろうっていう量、ありえない場所だろうっていうところから、なんでそこからみたいなところから、血しぶきがとんでもない量吹き出して、なんかもう笑えてくるんですよね。で、人体破壊、ぐっしゃーんとかもあるけど、これも、なんかね、
特殊造形、作り物を壊していくってる面白さみたいな、そういったところがちょっとあるので、なんか、そういう意味でリアリティはないっていう。だからそういう意味では楽しめるんですよ。はい。本当に人を殺してプシャーってなってるっていうよりも、なんかもう作ったものをガッシャンガッシャン壊して、プシャンプシャンってもうちぎりまくって、イエーイみたいな、わーいみたいな感じ。船の中でバンザーイみたいな感じのノリなので、そういう意味では、星3でいいかなっていうところでとどめさせていただきました。はい。で、最近、やっぱりね、その韓国映画って、ジュジュジュもそうだし、魔女でもそうなんだけれども、日本のなんか、アクション漫画にちょっと影響を受けてるのかな、みたいな、アクション構成、構図みたいなものが多いんですよね。なんか一撃のパンチで、本来吹っ飛ばないところまで吹っ飛んで、壁にを突き抜けて、ジジビリビリみたいな、ジジ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 ジみたいな、なんかそういう、ちょっとおバカっぽいところ、いい意味でね、を取り入れてるところがすごく顕著に現れてて、狼狩りもまさにその、類に入っているのかなっていう気がしています。で、この怪物描写もやっぱ面白くて、歩くたびにね、ガジャン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 って、まあ、ちょっとターミネーターの呪縛なんだろうなって感じもするんだけど、そういうね、ちょっとこう、楽しげのかある感じ、がたまりません。はい。なので、これも夏に見るのにはいい。むしろ、血しぶきのプシャーが、なんかスプリンクラーみたいなさ、たまに街とかでさ、こうスチームが出てたりとか、プシャーとか言ってこう、水がね、フィャーって出てこう、涼ませるようにするみたいなあんじゃん。あれです。あれかあれだと思ってください。はい。なので、涼しいかもしんない。血しぶき見て、あ、涼しいかもって思えるかもしれないので、気軽な気持ちで、ご覧いただきたいと思います。おすすめでございます。さあ、続きまして3本目。これはね、シネマンションでも、余興制でも、まあ、散々言ってるんですけど、改めて押したい。スマイル。はい。これはね、まあもう、劇場公開されるのかなと思って、ドキドキしてたら、配信するようになっちゃったっていう話なんですけども、まあ今年見たいろんなホラー映画の中で、まあ一番、やっぱ怖かったし、まあ面白かったし、フレッシュだったっていうのがあります。で、星で言っちゃうと、あえて、これもう4つけちゃいます。はい、4です。はい、壊れ草レベル4。僕も見てて、やっぱりジャンプスケアで、うわっていうところが結構あったし、この、やっぱりその、ジャンプスケア的じゃない部分、この、ん?の部分ね。このやっぱ不気味さ、怖さみたいのがやっぱ怖いんだよね。根源的にもう、精神的にこう怖いので、これはもうあえてもう4、いっちゃいます。気をつけてください。はい。で、これはまあ、とある精神科医の人が、なんていうのかな、とある事件を目撃しちゃって、どんどんこう、事件に巻き込まれていくって話なんだけど、ちょっとね、すごくね、根源が、まあ、リングとか J ホラー的なね、いわゆるその、とある、まあ、呪いがあって、これがもう伝染してくっていう話なので、まあ、イットフォローズ的と言われればそうなんだけど、要はスマイル、笑顔が伝染していく話なんですよね。で、しかも笑顔伝染していくとどうなるかは映画を見てほしいんですけども、その、なんで、この、スマイルウイルス、スマイルの呪い、笑顔呪いが、こんなに、こう、広まっていったのか、一体根源はどこにあるのかっていうのを、なんかこう、遡っていこうというか、こう、解明していこうという、設定があったりするんですよ。で、そこがやっぱりこう、まあ、話として、面白いし、ビジュアルとして、笑顔っていうのがショッキングだし、あとやっぱオープニングのそのタイトルが出るところとか、カット割りとかカメラワークとか、結構ね、丁寧に、誠実に作ってて、うまいなって思うし、この監督さんきっと、これから何か撮らせていただけるんじゃないかな、みたいな気がしてます。で、やっぱりこう、笑顔が怖いっていうことが、やっぱり一発アイディアとして、まあ、素晴らしかったっすね。はい。それをやっぱりその、ここまで押し切るというか、一本の映画にやりきるっていうところがすごく良かったので、で、やっぱりその、テーマというものもちゃんとしてたんですよね。その、登場人物のトラウマっていう部分、トラウマっていうことが、まあ、その、笑顔のウイルスが、広まっていくっていう話のストーリーラインと、主人公が抱えてるトラウマっていう、この二軸がちゃんと走ってて、これがうまくこう、混ざり合わるというか、ああ、なるほど、なるほどってこう、そういうやっぱ映画って面白くて、違う話だって思ったものがこう、だんだんこう、ピャーっとくっついて、なるほど、同じ話だ。彼女は呪いに対しても自分の過去とも戦ってるんだっていうのがこう絡み合ってうねりを上げていく、うねっていくみたいな感じがやっぱすごく良かったので、スマイルぜひご覧いただきたいと思います。さあ、そして4本目。イビルアイでございます。これ私試写で見させていただきまして、まあ、いろんな映画館で今ホラーやる、これからやると思うんですけども、イビルアイかなり、おすすめです。で、ホラーレベルで言う、怖さレベルで言うと、星がま、3ぐらいかな、という気は、しました。ただ、不気味だし、面白いっていうのがすごく強い、イビルアイ。はい。
ジャケがね、ジャケがもうめっちゃビジュアル良くて、素敵なんですけれども、これとある家族がいまして、お母さんと、娘と、旦那さんもいて4人家族なんだよね。で、その、妹さんが病弱で、この病弱だからっつって、なんかおばあちゃん家に田舎だし、行こうかっつって、行くのよ。で、そしたらそのおばあちゃんが、なんかもうすごい不気味で、なんか不思議で、なんか気持ち悪いっていうか、怖いんですよね。怖くて、なんだろうなんだろうみたいな感じなわけ。で、妹を治療するためにつって、ご両親、お父さんお母さんはちょっと、妹の治療のために私たちちょっと、行かなきゃいけないとこあるんですよ。出かけちゃうわけ。で、このおばあちゃんと、娘二人、まあ、妹と主人公の女の子、が三人で過ごしていかなきゃいけない。で、まあ、その一応、お手伝いさんとか、いろんな人物いるんだけど、で、その三人きりになった時にですね、ババアハラスメントがすごいわけ。主人公の女の子が、ご飯食べるってなって、おばあちゃんがお肉パーンって出すんだけど、私ちょっとベジタリアンなんだよね、おばあちゃんって言ったら、ここではそんなこと許されないみたいな。黙って食え、みたいなことを言われたりとか。あと、その、プールに入りたいって言ってね、家にあるプール。したら、使用人っていうか、まあ、その、お手伝いさんが洗うんだけど、何やってんだ、お前が洗えよ、みたいな。自分で入るんだろ？この家では、お前がやること、お前が自分で全部やるっていうことなんだよ。お前が洗え、みたいなことを言ったりしたり。あと、普通に閉じ込められたりとか。とにかくね、ムカつくババアなのよ。で、このババアが、なんか、嫌だなーって思ってて、で、主人公の子がね、夜寝てると夢見んだよね。で、夢を見ると、このババアが魔女なんじゃないかと。で、その、隣でね、自分の病弱な妹が寝てるんだけど、その妹のなんか足をね、カジ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 してる、なんか化け物みたいなのが出てきて、これがおばあちゃんなんじゃないか。魔女なんじゃないか。で、夢なんだよ。で、夢でパッて目覚めると、妹の足ちゃんとやっぱ傷がついてるわけ。これ夢じゃなかったんだ、みたいな。やっぱりおばあちゃんじゃね？みたいな。あのババアが魔女なんじゃねとか言って必死に逃げようとするんだけど、やっぱ子供、非力なんで、うまくいかないんですよ。はい。で、その、実際そのおばあちゃんがどうなのみたいな話だし、魔女は存在するの？妹の病気って何なの？みたいなところが、話の肝になってくんですけども、僕が好きだったのは、やっぱね、照れがないというか、カメラワークとかも後輩やっぱ笑っちゃうほど良くて、なんか、みたいな、ズーみたいな、なんかうーみたいな、いいよいいよいけいけみたいな、なんかね、やっぱこうそういうのいいんだよね。やっぱこうなんかこう格好つけて斜めに撮っちゃったりする感じじゃなくて、真正面からそういうことをしてくれるという気持ちよさが、やっぱね、いろんなところに随所に見られて良かったし、これは主人公の女の子が非力な少女から大人になる話でもなっているというところが、ね、すごいね、良かった。はい、なるほど、大人の世界へようこそみたいな感じなんですよね。ただその大人の世界っていうのはすごく嫌で、すごく悪くて、すごく嫌だみがあって、嫌なところだよっていうところを、見せつけられてしまうような、なんかそういうね、怖さもあるし面白さもあるし、カメラワークとか、そういった部分の構成もすごいちゃんとしてて、あ、これは面白いな。で、この監督なんかね、前に2本ぐらい撮ってるらしくて、まだ僕見れてないんですけど、ちょっと 見返したくなるような作品でした。はい。なので、怖すぎも、なんていうのかな、怖すぎもしないし、不快すぎもしないし、普通に、まあ、ダークファンタジーとして、楽しめる部分があったりするので、劇場でね、やってる時間が短かったりするかもしれませんが、ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいと思います。さあ、そして5作品目、まあ、5タイトル目ですね、こちらにも並んでおります。戦慄回帰ファイル、怖すぎシリーズでございます。まあ、これ劇場版も1個あるんだけど、もう厳密には全部シリーズね、ビデオオリジナル、映画版じゃないんだけども、実は9月8日に、戦慄回帰ワールド怖すぎという最新作が出るわけでございます。よいしょ。監督はおなじみ白石浩二監督ですし、スタッフ、やね、キャストも同じ座組で、出てくるということでございます。はい。ね、もちろん大迫さんも出てきますし、久保山さんも登場するよというね、工藤 D と、市川 AD も登場するということになっております。で、これはね、僕コロナ禍のシネマンションの生配信でめちゃくちゃおすすめして、で、そこらあんこちゃんも DVD 買ったりとかって言ったりとか、カッキーとかも見てめっちゃハマったりとか、まあ、僕界隈、まあ、バシラさんも好きだったりとかね、僕界隈ではもう絶賛というか、まあ、嫌いな人いない。で、この嫌いな人いない感じなんで、そこ信頼してる方はまず絶対見てほしい。で、ただ、配信に、手軽な配信に今ないはず。ただ、9月8日の最新作に向けてですね、もしかしたら、サブスク
解禁とかするかもしれないんで、ちょっととにかくどうにか手を使って何かしらの形でぜひ今見ないと絶対後悔するから、あの新作が9月8日あるでしょ、それまでに絶対見ないとあのもったいない。はい、でも9月8日の新作まだ見てないから、あのいきなり見て楽しめるかもしれないんだけど、まあまあどう考えたって今まで見せた方がそれは楽しいに決まってるんだから、今のうちにどうにかして見てくださいというのがもう最初に言いたいし、それがもう今日やりたいかったことはこれね、今年の夏は全部もうこれを一気見してくださいという、僕ももう一回見るしみたいな、なんならこの戦慄回帰ファイル怖すぎはまた別の動画で多分改めて深くやったりすると思うんですけども、とにかく今のうちに見てくれというのが僕が今日一番言いたいことなんですよ。で、まあ話といたしましては、その工藤 D と市川 AD ね、そのでまあ白石浩二さん監督もまあカメラマンとしてこうやって入ってる、だから3人のチームなんだけど、まあ制作会社なんですよ。で、あの要はその怪奇現象、世の中にある怪奇現象を調査していくと、で募集もします。まあ本当にあった呪いの美容的な形式だよね。で実際来るわけ、こういうものを撮っちゃいました、こういう人がいるらしいです、こういう怪奇現象がありました、でそれをじゃあどうするのって、ここまでは割と、ベタなというか、まあ、よくある、まあ、その構成構図ですよね。このオリジナルビデオ的な、ビデオオリジナル版で、やるものではベタなんだけど、やっぱ一個大事なキャラ立ち。工藤 D、市川 AD、ね。このキャラ立ちも素晴らしいし、白石浩二監督のキャラ立ちもすごいんだけど、要は、めっちゃキャラクター性みたいなものが出しゃばるんですよ。で、J ホラーって基本的に、キャラクター性みたいなものは出さないでって言われてるんですね、なるべく。親近感があって、なるべく隣にいるような人たちで描く。で、そういう人たちがやっぱり、振りとなって怖い現象が怖いんだと。なんだけど、怖すぎはやっぱそうじゃなくて、キャラを、やっぱキャラ強い映画なんですよね。キャラを全面的に出してって、もっとやっていこう。で、どういうキャラかというと、工藤 D とか、めちゃくちゃ、暴力野郎なんですよ。だから、一作目の口先女捕獲作戦。もうタイトルがいいよね。もう口先女を捕獲しに行こうというような話になって。で、どういう作戦を立ててみたいなことをやってったりとか、毎回そのバトルがあったりするんですね。で、そのバトルがある中で、いろんなこう、まあ、怪奇現象、怪異に巻き込まれてって、後半はびっくりするほどとんでもない展開になるという、ことがございます。で、この、今言ったストーリーラインの感じだと、割と小規模な、チープな感じなんじゃないって皆さん思われると思うんですけど、そうじゃないところも怖すぎの良さで、この感じなのに、この予算規模でというか、この感じの作品で、こんなに大振りな、素晴らしい展開、大げさな、もう最高の展開が見れるのっていう、衝撃的な作品なんですよ。で、僕はね、真相トイレの花子さん。もうね、泣きました、僕は。これいろんなとこ何回も言ってます。オードリーさんのオールナイトニッポンの、最後のプレゼンもこれを僕言ってたんですよ。ね。いや、そう考えるとどこでもいろんなこの話してるんだけど、もう、ここでこんなもの見れるのって思って、俺は嬉しすぎて泣くっていう、そういうね、やば面白なんですよ。とにかく。はい。なので、これはちなみに、星で言うと3かな？いやでも4かもしれない。結構ジャンプスケアとか、うわーとか、キモーとか、ウエーとか、ものによってはめっちゃ怖いとかあったりするから、ちょっと3から5。星から3から5です。はい。って言っときますけども、まあ、とにかくね、楽しいから。見てみて。で、お口に合わない、あるかもしれない。合わなければもうやめていいから、とりあえず1本目をまず見てみてくださいよ。ね。どうにかして、レンタル落ちでもいいし、もうアマゾンで買っちゃうでもいいしさ、サブスクがあれば、あと、いろんなとこで、もう見れるかもしれませんから、ちょっとまず見てみて、お口に合うかどうかちょっと確認をしてください。はい。で、この9月8日の新作に向けて、みんなで盛り上げていこう、見ていこう。怖すぎに関してはまた、さっきも言いましたけど、ちゃんと動画撮りますから、はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで、以上すべて僕の今回の納涼ラインナップ。まあ、第1弾、第2弾もあるかもしれません。もしかしたらね、いろんなホラー映画見て、僕自身も納涼したいから見ていく中でいろいろこれもいいかな、ありかなっていうのもあるかもしれませんが、一旦今日はこんな感じでいろんなこう、個性豊かなホラー映画を紹介しましたので、ぜひ皆さんご覧いただけたら幸いでございます。ということで、みんな最後まで見てくれて、ありがとうございました。